古きを訪ねて新しきを知る LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは。番組パーソナリティ LSB 代表の横井大輔です。番組アシスタントフリーアナウンサーの松井さゆりです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。この番組は温故知新をコンセプトに、今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。横井さん、身近なことなのに、はい、意外とまだ未経験なことって何かありますか？身近なものとか、はい、こととかでもいいんですけれども、はい、あ、これ意外とやってないなみたいな。あ、思いつかないですけどね。だいたいいろんなことやってるんですけど、多分興味がないものは、はい、そもそも身近じゃないんじゃないかなと思っていて。ありますか？なんか身近なことで未経験なものでしょう。私は自転車に乗れなくて、子供の時以来乗ったことがないんですけれど、はい、後ろこう押さえてお父さんこう後ろからこうやったりとか。ああ、それはやりましたが、はい、まだいるよなんて言って本当にいなかったとかっていうのはねありますよね、はい、でも話した瞬間に倒れてしまうので。今も乗れないんですか？今も乗れないです。乗れたら行動範囲が広がるだろうなと思っているんですけれど。なんか電動キックボードのループってあるじゃないですか。はいはいはい、あれは、いや、乗ってみたいです。あれは乗れそうですか？どうですか？でも自転車乗れないんですよバランス感覚が。あ、まあ、確かに松井さん運動されるイメージ全くないですね。全くしないですねということで、はい、この番組では毎回 DX や今の時代に求められる視点でゲストの方をお迎えしまして、ビジネスの現場最前線に覗いてまいります。はい、今夜はドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長の梅田誠司さん、そしてカスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン酒井瑞希さんをゲストにお迎えいたします。はい、ドロップボックスさんですね、私もユーザーとして昔から個人でよく利用させていただいてたクラウドストレージサービスでして、はい、まあ、どちらかというとこう皆さんもお使いだと思うんですけど、コンシューマーというか個人で写真を保存したりとかっていう風に使うイメージが非常にあるんですけれども、はい、最近B2B でもかなりユーザーが増えてらっしゃるというふうに伺っていて、実はドロップボックスの情報をダイレクトでシェアできるようなそういった機能も一回つけていただいたこともあるんですね。はい、今日はそのクラウドストレージサービスから見た現場 DX についていろいろお伺いしたいというふうに思います。はい、そしてお二方から横井さんへのご要望をいただいております。あ、はい、ドロップボックスも建設業など立って働く人、つまり現場からの指示が非常に高いサービスです。はい、ぜひダイレクトとともに現場のスマート化を推進していきたいです。ダイレクトとドロップボックスの連携を深めて一緒に建設 DX を推進していきたいです。あ、はい、ありがとうございます。こちらの番組にも出ていただいたゲストの皆さんの中でも、はい、ドロップボックスさん使っていただいてダイレクト使っていただいているお客さんたくさんいらっしゃいますので、はい、ぜひもっともっと連携を深めていきたいというふうに思います。ではこの後梅田さん、酒井さんにお話を伺います。最後までお付き合いください。現場 DX 研究所、今夜もスタートです。LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。この番組は IT で人生を演出する LSB の提供でお送りします。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。ドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長梅田誠司さんと、カスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン酒井瑞希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは企業プロフィール紹介いたします。ドロップボックスジャパン株式会社はアメリカカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くドロップボックス社の日本法人として2014年に設立しました。創業時より手掛けるクラウドストレージドロップボックスは、よりスマートな働き方をデザインすることを使命とし、180カ国以上7億人を超える人々に愛用されています。現在は
クラウドストレージにとどまらず、電子署名や動画コラボレーション、ドキュメント閲覧分析、 AI を活用したユニバーサルサーチなど幅広いクラウドサービス群を提供していらっしゃいます、はい、ということですが、改めてにはなりますが、事業内容を詳しく教えてください。はい、梅田さんですかね。そうですね、今ご紹介いただいたように、あのドロップボックスっていう会社は、創業者のドリュー・ハウストンという人がマサチューセッツ工科大学の学生だった時に設立をした会社になります。はい、でそれが2007年 で、うん、で当時多分皆さん思い起こしていただけると分かると思うんですけども、パソコンを皆さん使ってられてデータを交換するというと、大体あの USB メモリーってやつを抜き差ししながら交換してたわけじゃないですか、はい、でそれがあまりにも不便すぎて、はい、当時インターネットがあったので、インターネットの中にデータを交換する箱を作ったらいいんじゃないのというのが始まりだったわけです。はい、で以降あの製品ラインナップもかなり拡張してきて、はい、あの電子署名だったりとか、あるいはその文章を送るとともに閲覧解析って言いまして、送った文章が実際に見られてるかどうか、見られるとしたらどのページを何秒ぐらい見てるかみたいなものを分析するとか、かなりあの製品ラインナップとしては増えたんですけども、創業当初から変わってない点が2つあって、1つは先ほどおっしゃっていただいたあの会社のミッションですね、スマートな働き方をデザインするという、このミッションには全くのブレがなくて、でもう1つはスマートな働き方を実現するための使いやすいツールを提供するっていうことで、この2つに関しては全く変わってないところです。あのたくさんいろんな企業様でも導入されていると思いますが、何か代表的な導入事例があれば教えてください。そうですね、あの冒頭でもありましたけれども、ドロップボックス特にジャパンにおいては建設業で の、 そのユーザーさんというのは全体の 50% 超なんです。実は、はい、でそこで先ほど本当におっしゃられた通りで、ダイレクトのチャットとドロップボックスを使っているお客さんがすごく多いんですね。でどういう使い方をする方が多いかというと、はい、建設業ってあのご存知のようにあの非常にたくさんファイルをお使いになられるじゃないですか、はい、設計図面みたいなものから始まって、ただ設計図面はあの設計変更みたいなのが日常茶飯事であるのでしょっちゅう変更がありますと。でそれをその本社の設計部門と現場の事務所と作業員が持ってるタブレットでこう常に同期して最新の状態にしておきたいとか、はい、で工事が進むと写真を撮ってその写真をこう本社の方に返さなきゃいけないということで、デジタル化された情報全部ドロップボックスの中に入れてしまって、そこでその設計部門も現場も作業員も全部が見れるようにしようっていう、そういう使い方が多いです。あの梅田さんが社長に就任されるまでの経緯ってどんな経緯だったんですか？ああそうですね、はい、僕あの大学があの京都大学の生産工学研究室っていうところにいまして、そこでマスターまでやってたんですけども、はい、1989年卒業なんですけども、当時からもその AI とかニューラルネットワークっていう、今でいうところ の、 あのディープラーニングですよね、はい、ああいうのをやってまして、それを、まあ、生産工学なんでそういうテクノロジーを使って現場の生産性を上げるっていう研究をずっとしてたんです、はい、で最初に入った会社が製鉄会社で、で製鉄会社であの傷検査って言ってですね、鉄板をこうどん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 薄くして、それを自動車の外の外板に使うんですけども、はい、そこに傷が入ると塗装のノリとか悪くなっちゃうんですね、はい、でそれを熟練オペレーターの方がずっとこう1日8時間秒速5メーターで流れてくる鉄板を見続けるっていうすごいきつい仕事があって、はい、それを自動化するっていう仕事をしてたんです。でデジタルカメラと画像処理とニューラルネットワーク作ってたんですけども、はい、なかなかあの検出率が 100% いかないんですよ。 100% どころか7割もいかないですね。でその時にあの原因不明の傷とかが出て、判定までしなくていいから何かあったら写真撮ってくれって言われて、うん、そんなシステムをちょっと片手間で作ったら、はい、そっちの方がすごく評判が良くてですね、僕が作った自動機械はこれは何とか傷、ヘゲ傷ですとか何とか傷っていうんですけど もうそれいらないから画像だけ欲しい、はい、で画像が分かるとそこから原因が分かるんでっていう経験があって、あ、何でもかんでも自動化するのがいいのではなくて、はい、それよりも機械とかテクノロジーを使うことで人間が持ってる能力がもっと増幅できるような、うん、なるほど、そっちの方が面白いなっていうことを感じ、その後留学した時にインターネットがちょうど起こり始めてて、ブラウジングとか、はい、ホームページとかああいうものがすごく新しい時代を感じたんで、うん、ちょっと帰国してからマイクロソフトに行き、そして今ドロップボックスにいるっていう、うん、そんな感じの経緯です。はい、
まあ、面白いですね、うん、確かに何でもかんでも自動化すればいいっていうのは今世の中的にこう人手不足ですから、うん、人の手をかけないようにっていうふうになってますけど、やっぱり人がやった方が早い仕事ってたくさんありますし、たくさんありますね、正確だっていうのもまだまだたくさんありますもんね、うん、で自動化するって言ったら現場の人がやっぱ怒っちゃうんですよね。お前のために手伝って機械の精度上げるのはいいけどその先に俺の職はなくなっちゃうんだろうみたいな寂しいことが出ちゃいますんで、そんなこと決してないですからね。ないです、はい、多分もっと高度な仕事をする時間ができたり、はい、するんですけども、ちょっとやっぱそういうところを乗り越えるためにも、なんていうんですかね、テクノロジーを使って人の能力をアップする、あるいは人の生活を豊かにする方がよりポジティブかなと思ってます、はい、そうですね、ありがとうございます。酒井さんの入社までの経緯を教えてください。はい、私はですね、ドイツに10年くらい住んでいたんですけれども、はい、まあ、大学を卒業して、その後ドイツで大学の講師を務めていました。はい、ちょっと梅田とは随分と経路が変わるような感じのストーリーなんですけれども、はい、その後日本に帰ってきて大小いろいろな IT 企業で数社勤務させていただいて、でその後、まあ、外資の、IT 企業の立ち上げ、日本支社の立ち上げに携わったりとかさせていただいて、で、カスタマーサクセスの職を少し何社かさせていただいて、その後ドロップボックスに入社したと、そんな形になります。でドロップボックスジャパンさんの社風ってどんな感じですか？そうですね、はい、やっぱりこうグローバル企業ですので、うん、こう US の影響はすごく強いのかなとは思います。でやはりその中でいくつかやっぱりドロップボックスが掲げているバリューみたいなところがありました。そこが、まあ、ドロップボックスの社員の基礎というか、うん、になっているんですけれども、まあ、例えば2つ挙げさせていただくと、まあ、1つは仕事を人間らしくするっていうところと、あとは own itというふうに呼ばれてるんですけど、まあ、自分自身のアカウンタビリティですね。でこの2つが大きく挙げられるかなって個人的には思ってます。はい、で1つ目の仕事を人間らしくするっていうのはやっぱりこう、まあ、人間としての要するにユーザーさんのニーズをこう優先して開発を進めていくっていうところですとか、あとはドロップボックスで働いている方が、まあ、どこの出身であってもどんな背景のバックグラウンドがあっても最高のお仕事ができる環境を作って、お互いの思いやりを大切にしながらこう文化を醸成していくというところがありますと。でオンイットに関しては、まあ、自分の仕事に対してのアカウンタビリティっていうふうに先ほど申し上げましたけれども、最初から最後までやり遂げる、自分で責任を持って仕事をやり遂げるっていうところと、あとやっぱり行き詰まっちゃったり少し失敗しちゃった時に、なんで彼だって失敗しちゃったのっていうふうに問いかけるのではなくて、じゃあ全体としてもっとよくできることって何だったんだろうっていうふうに全体最適を考えることで、過去の経験から先に進める、前進し続けることができると、そんなドロップボックスのバリューを掲げていまして、このチームの中での思いやりの文化と、あと社員一人一人の責任を持ったアカウンタビリティを持った行動っていうところが、これをうまくブレンドしてドロップボックスの社風が作られているのかなというふうに、思ってます。ありがとうございます。そんなドロップボックスさんの強みを教えてください。そうですね、今酒井が上手に説明をしてましたけれども、私実は3年前にドロップボックスに社長として入社をしたんですけれども、はい、その時面接が当然あるじゃないですか。はい、でグローバルのセールス担当副社長とかいろんな人が出てきて、次から次に面接があるんですけど、その中に一人カルチャー担当っていう人がいてですね、なんだカルチャー担当はって思って、でその時出てきたのが酒井だったんです。カルチャー担当、じゃあ面接官だったんですか？そうなんです。皆さんが入って入社されて社長になった時は、酒井さんは部下ですって聞いたんですけど、でもあなたのカルチャー度合いを判定してもらいますみたいな。へえ。その辺がものすごくドロップボックスでユニークな会社で、さっきアカウンタビリティとそれから相手をリスペクトするみたいな話がありましたけども、プラスなんていうんですか、お互い助け合うカルチャーがすごく強くて、They win, we win って言って、要は彼らを勝たせる、そして自分も共に勝つんだみたいな感じなんですけども、入社してすぐに思ったのが、ずっと最初今度はワンオンワンが部下たちとか同僚たちとか、あれ本社の開発チームとかって続くんですけども、出てくる人出てくる人ずっとそのみんなすごい協力的なんですよ。でその普通の会社だとその開発と営業って仲が悪かったりとかするんですけども、とにかく
まだ入ったばっかりで分からないだろうけど困ったことあったらすぐにでも言って、スラックでもメールでも直電でも何でもいいよみたいな感じのことを幾度に皆さん言われるんですよ。でたまたま僕は社長になったからそういうふうにみんな言ってんのかなと思って、今日ちょっと酒井瑞希のチームに新しく選手入ったあの女性社員がいたん で、はい、でワンワン来た時にどううちの会社どうって聞いたら皆さんすごくサポーティブで嬉しいですって言ってたんで、カルチャーがあの変わらずそこが多分うちの強みかなっていうのを思いました。いいですね、そこが強みっていうのは最高にいいです ね、 なんかほっとする笑顔酒井さんのねカルチャー担当さん、ね、カルチャー担当癒されますあのお二人が今取り組んでいらっしゃるお仕事についても伺いたいのですが、まず梅田さんから、はいはい、お願いします。2つありまして、はい、あの僕はドロップボックスジャパンの社長っていう立場と、あとドロップボックスコーポレーション本社の中の、まあ、幹部の一人っていうと2つ立場がありまして、はい、日本の社長の立場からはあの日本の中堅中小市場、それから地方におけるデジタル化の遅れを取り戻す、まあ、キープレイヤーの一社ということで、うん、になっていきたいなということで、市場開拓だとか、お客様のデジタル化推進というのを進めていっております、はい、あとグローバル企業のドロップボックスのリーダーという立場からは海外ビジネスへの貢献というのを本社からすごく強く求められてまして、うん、で日本っていうのは、まあ、僕ら自身が言うのもなんなんですけど、やっぱりある意味島国でちょっと他の国からはアイソレートされてて、それがゆえにあの少しユニークなマーケットで、その結果日本がちょっと他の国よりも先進的にやってる取り組みとかっていうのがあるんですね、はい、でそういうものをどんどんその海外にシェアしてほしいと、で単純にシェアするだけじゃなくてヨーロッパの同僚たちとかオーストラリアとかアジアの同僚たちも含めて、僕自身がバーチャルチームみたいなものを引っ張って、日本のベストプラクティスを植え込んでいくみたいな、そういうこともやったりしています。坂井さん、はいはい、ちょうど今梅田からお話もあったと思うんですけど、まあ、日本でちょっと独自の取り組みをやっていて、それは、まあ、海外に輸出していくみたいなところの一つの取り組みとしてはですね、まあ、カスタマーサクセスの一環として、まあ、ポストセールスなんですけれども、そこの、まあ、お客様との関わりですとか、要するに利活用の促進みたいなところをですね、あのパートナーさんと共同で実施するようなことをですね、今プロジェクトとしてやらせていただいています。実は去年の9月になるんですけれども、ディストリビューター の SPC&S さんとともにドロップボックスセンターオブエクセレンス、あのドロップボックス COE というのをですね、あの組織を立ち上げさせていただいてます。でこれはもうドロップボックスの製品群に関してあの高い知識を持ってお客様の業務の効率化を推進する、まあ、そういった専門のチームになるんですね。でこれまであのメーカーディストリビューターさんの協業関係もちろんあるんですけども、それをさらにあの強化していくというような働きになります。でドロップボックスからはですね、まあ、SPC&S さんの COE チームにナレッジトランスファーしたり、あのノウハウを引き継いだりすることによって、より多くのお客様企業における業務の効率化とか製品利用 の促進というところをサポートするのが狙いになってます。ありがとうございます。あのではお二人、やりがいを感じられる時っていうのはどんな時でしょうか。まずは梅田さんからお願いします。そうですね、僕自身はあのなんか自分が関わった、自分が導入したテクノロジーみたいなものが本当に現場で役に立ってるみたいなものを、うん、改めて見るとすごくテンションが上がるところがありまして、あ、はい、実はあのちょっと建設系のイベントがあって九州の熊本の方に行ってたんですけども、はい、そこでお客様がドロップボックスを使われてるその事例の話をされてて、でそれが結構ね良かったんですよ。その普通にドロップボックスをあのストレージとして使うだけではなくて、はい、僕ら自身ちょっと知らなかったのはあの建設業界ってあの元請けがいて、その後下請け会社がおられて、元請けと下請けはそのプロジェクトプロジェクトごとにあるんですけども、基本別会社じゃないですか、はい、そうすると元請けの会社がドロップボックスのライセンスを社員以上に買っといて、でそのあるプロジェクトで使う時だけ、その下請けの人たちにもドロップボックス使ってシェアして、はい、そのドキュメントとかの共有をすることで工事の生産性が上がったみたいな話を伺って、うん、ああなるほど、そういう使い方もあるのかなみたいな思うと、うん、改めて、まあ、そこまでやるほど使われてるっていうところにも含めてですね、はい、ちょっと喜びを感じました、はいはい、坂井さんいかがですか。
私もカスタマーサクセスの部門にいまして、やはりドロップボックスの製品がお客様 の, あのために役立っているっていうところを、まあ、実感できる、そんな時かなと思います。で特にあの例えばカスタマーサクセスの場合、まあ、導入の支援から入らせていただいて、まあ、オンボーディング支援をご提供して、でその後、まあ、利用促進のために、まあ、定期的なフォローみたいなのを実施しているんですね、はい。でまあ、こういったお客様への支援とかトレーニングとか定例会みたいなところを通じて、あの利用の促進がどんどん進んでいって、ドロップボックスがどんどんユーザーさんに定着していくという形でこうどんどん進んでいくんですけれども、まあ、お客様がやっぱりドロップボックスの価値を感じていただいて、例えばアンケート調査を取っていただいて、コロナ禍の中で一番助かったツールは何ですか、ドロップボックスです1位でしたとかっていう、あのお声をですね、結構お客様から共有いただくことが多いんですね、はい。でドロップボックスなくてはならないツールとして DX にものすごく貢献していただいています。そういったコメントをいただくと、やっぱりやりがいがすごく実感できる瞬間です、うん。まあ、確かにお客様の声を聞くと嬉しいですよね、うん、はい、ありがとうございます。ではこの後、仕事の現場について梅田さんと酒井さんが目指す今とこれからお話を伺います。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。ドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長梅田誠二さんと、カスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン酒井瑞希さんに3つの質問をいたします。まずは一言でお願いいたします。1つ目、あまり知られていないドロップボックスの機能は。ドロップボックスで PDF 編集、そして E メールトゥドロップボックスになります。はい。2つ目、経営者として大切にしていることは。They win, we win ですね、はいはい。3つ目です。今後のビジネスのビジョンは。英語でグロースになります。改めまして、番組パーソナリティ横井大輔です。松井さゆりです。酒井さんと梅田さんに3つの質問をいたしましたが、振り返っていきましょう。はい。1つ目、あまり知られていないドロップボックスの機能はという答えが、ドロップボックスで PDF 編集、 E メールトゥドロップボックスという答えでしたけれども、はい、こちらは酒井さん、詳しくそれぞれ教えてください。はい。 PDF の編集はあの PDF のシンプルな編集機能なんですね、はい。例えばテキストを追加したりとか、うん、PDF って編集が通常こうできないと思うんですけれども、はい、その中にあるページを抜いたりとか、はい、挿入したりとか、うん、こうページの何でしょう、順番を変えたりとか、そんなこう簡単な PDF の編集機能が、まあ、追加コストなしでドロップボックス内で完結するっていう、すごく便利な機能になります、はいはい。これ標準機能なんですか。そうなんです、標準機能です、はい。いいですね。そうなんです、密かに便利な機能です、はい。そしてもう一つが E メールというドロップボックス。 E メールというドロップボックスもですね、はい、あのとっても便利な機能で、はい、あのドロップボックスにメールで受け取った添付ファイル、結構こういろいろメールで添付ファイルもらったりとか、いろんなまあリンクでもらったりすると思うんですけれども、はい、添付を、ドロップボックスのユーザーさん固有のメールアドレスに転送すると、ドロップボックスにそのまま保管してくれる、保存してくれるっていう機能なんですね。で具体的に例えば酒井のドロップボックスのアカウントがあって、そこに固有の E メールアドレスがついてきてます、うん。でそこに E メールを転送すると、ドロップボックスのフォルダに添付のファイルが保管される。例えば僕のメールにお客様からファイルが届きました。このファイルを僕が自分のドロップボックスにメールアドレスがついていて、はい、そこに転送すると、はい、ファイルだけがドロップボックスに入っている。その通りなんです。へ、はい、便利です。便利ですよね、はい。ぜひぜひ使ってみてください。これも標準機能ですか。これも標準機能です。メールアドレスはどうやって振るんですか。メールアドレスはですね、自分 の, あのアカウントのところから、はい、あの生成することが可能になります、はい。今しちゃいたくなった、ね。特にお客様に評判の良い機能とか、またはご自身が気に入ってらっしゃる機能はどんな機能ですか。そうですね、私だけではないですね、ドロップボックスの社員、もちろんお客様もなんですけれども、こうものすごく対応している機能がドロップボックスのペーパーと、あと一つがドロップボックスキャプチャー
になります、うんうん、はい。ペーパーはどういう機能なんでしたっけ？ペーパーはですね、ドキュメントで共同編集が簡単にできるドキュメントになります。例えば新しいプロジェクトを立ち上げて、はい、新しくペーパーを作ってタイトルをつけて誰が何の担当かっていうふうに、担当を割り振って、でそのタイムトラッキングですとか画像を貼り付けたり、あとはタスク管理をペーパー上でしたりということが可能になります。特に、結構バーチャル、リモートでお仕事をしている環境とかにはすごく便利なものになりますね。キャプチャーはキャプチャーに関しては、こちらも標準機能なんですけれども、画面の録画とか画面のキャプチャーを撮ってそれをそのままドロップボックス内に保管してくれるという機能になります。例えばお客様に何かこうお客様からお問い合わせがあって、これちょっと口頭で説明するのは分かりにくいなっていう時に、画面のキャプチャーと、あと自分の説明の音声も入れて撮ってあげて、でリンクをそのままドロップボックスのリンクになりますので共有して差し上げる。そうするとやはりこう視覚的に情報が捉えられますのですごく便利です。これは本当に毎日ドロップボックス社員も使っている機能になります。ありがとうございます。あとその他にもこれ知らないともったいないよっていうドロップボックスの機能ってありますか？何ですかね。例えばドロップボックスのリプレイとかですかね。いいですね。何ですか？リプレイ結構最近動画でのコミュニケーションっていうところが盛んかなと思います。皆さんこう動画でいろいろ見たりとか情報を共有したりっていうところがすごく主になってきているかなというふうに思うんですけれども、そういった局面でやはりこの動画制作とか、映像制作の現場ってものすごく一つ一つのコマに対してのコメントをどういうふうに共有しているかってご存知ですか？知らないです。コマに対するコメント、はい、ここのコマに対してこういうふうに何を差し替えてください、色を変えてくださいとか、この人の目線を変えてくださいとか細かい指示をこう出すらしいんですけれども、それを一つ一つメールのやり取りでやっていたり、もしくはすごくでっかい模造紙に、コマ 1,2,3,4 みたいな風に書いてここをこうに変えてくださいっていう風に結構こう手作業でやってそれを共有したりとかっていう風にされているらしいんですね。でやはりそれってものすごく膨大な時間がかかってしまう作業で、これを置き換えるようなツールとしてドロップボックスリプレイというのがありますと。で何ができるかっていうと、ドロップボックスリプレイ上にこう動画を上げてもらって、で共有リンクで例えばこう横井さんに共有しますと、でバーチャル視聴ルームっていうのがありますので、じゃあ一緒にちょっと動画を見てレビューしようよっていうふうに誘わせていただいて、でポチッて私が押すと同じコマの画面を2人で見ることができて、同時にここはこうに変えようっていうふうにコメントを残したりすることができます。じゃあ同時につながって、同時じゃなくてもいいのか。そうですね、同時じゃなくてもいいんですけれども、同時にする機能もあると。共同編集ができるということですか？共同編集もできます。今までだと動画なので何秒ぐらいのとこのこの部分はこうしてくださいっていうメッセージを送ってたのが、そうなんです、もうそのあと一緒にやりましょうって言って一緒に同じ画面を見ながら止めて、ここをこうした方がいいよねみたいなことができると、もう画面上にこのままこう丸をつけて、コメントをするとそのコメントが残っていって何分何秒何コマのところにコメントがついていますと。便利ですね。そうなんですよ、それを動画編集のソフトウェアとこう組み合わせて使うことができて、そのコメントを取り入れて実際の編集する方たちが編集をしてまた改訂版を共有してというワークフローが、バーチャルな環境でできると。これも標準機能ですか？これは標準機能ではないんです。ありがとうございます。その最高の笑顔でお答えいただきました。ドロップボックスを利用する方は、重要な書類を扱う方も多いと思いますけれども、セキュリティ機能などはいかがでしょうか？セキュリティ機能もですね、お客様がすごく気にされる機能で、スプリングラウンジって言いまして、僕ら毎年春と秋に製品の大きなアップデートをかけるんですけども、そこで機能強化を行っています。で今回のトピックで特に大きなもので言うと、エンクリプテッドフォルダーっていう暗号化フォルダーっていう機能を新たに搭載しています、でこれどういう効果があるかということで言うと、ちょっとこう専門的な
話になるんですけれども、あのいわゆる中間者攻撃っていうのを防ぐっていう、まあ、そういうものでして、うん、はい、そのドロップボックスにデータを預けますと、でそれは自分のパソコンに入れておくと、それがドロップボックスのデータセンターの中にあるフォルダーとこう進行同居するわけですけども、場合によってはその途中の経路、その通信経路の中でデータが抜かれたりとか、 あるいはドロップボックスのデータセンターの中に悪意のある人がいた場合、はい、いないと僕ら信じてるんですけども、はい、仮にいた場合にそういうところでデータを抜き取られちゃうと困っちゃうっていう、まあ、用途で言うとどうでしょうね、あのすごく機密性の高いプロジェクトとかですよね、例えば僕らのお客さんの中にはあのメディア業界の、まあ、多分ゲーム系の会社なんかがいたりするんですけども、はい、最近あのスーパーマリオもそうですけども、ゲーム会社が外の映画会社とそのキャラクターを使った映画を作るケースがあったじゃないですか、はいはい、ああいうのってものすごく極秘のプロジェクトで、うん、はい、そのコンテンツを持ってるゲーム会社の人たちも一部の社員しか知りませんと、でだけどその映画会社とデータをやり取りしなきゃいけないっていう時にこういうソリューションがはまるんですね、うん、その暗号化、自分のそのパソコンに入ってるデータをこのホルダーに入れるだけでまず暗号化されて、うん、そこから先その通信経路もだからそのドロップボックスのデータセンターも全部暗号化されたまま行ってて、限られた人だけしか見れないっていう、うん、いいですね、非常にあのセキュリティの方も高度化が進んでいま す, ですで高度化が進んでいて、今の技術もすごく説明するのか汗かきながら説明してるんですけどあの難しいじゃないですかセキュリティって、はい、だけども操作的にはそのエンクリプテッドフォルダーっていうフォルダーに入れるだけなんで、使う人は特に難しいこと考えなくて済むんです。あ、この箱に入れとこのフォルダーに入れとけば暗号化されて安全なんだっていうところがいいところだったりします。それはあのドロップボックス全体にかかってるんですか。ドロップボックスのある特定のフォルダーを、はい、そういう暗号化フォルダーというふうに指定することができます。なるほど、安心ですね。じゃあね、はい、あともっとここ進化させたいなっていう部分いかがですか。そうですね、はい、カスタマーサクセスをしているとお客様とあの密にコミュニケーションさせていただくじゃないですか、はい、であのそういったお客様の意見をどん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 製品に反映させていくっていうのはすごく大事な作業だと思っています、うん、であの特にまあグローバルの企業なので日本からの声をすごくたくさん集めてあの本社に上げて実装してもらうっていう作業を本当に常に意識してやってるんですけれども、うん、はい、例えばマイクロソフト製品のデスクトップでの共同編集機能、これちょうどリリースされたあのベータ版でリリースされたばっかりなんですけれども、こういったものもお客様の声を反映して開発の方と掛け合って実現したと、そんなようなあの背景がありますので、まあこれもこういったお客様の声を製品開発につなげて、あとこれをベースにあの製品をですねもっともっと進化させるような働きかけしていきたいなと思います。日本は実はすごくグローバルから本社から褒められているのが、はい、日本から の, その製品機能に対するフィードバックが一番多いんですね。それがすごく褒められてまして、今さらっと言いましたのマイクロソフトのやつも、マイクロソフト製品ってすごく使いやすいんですが、はい、シェアポイントっていうのはきっちりこうデプロイメントしてないと、はいはい、あの競合コピーっていうのはできやすいんですよ。そうですね、はい、だから中堅中小企業に行っていわゆる専任 IT の方がいないところに行くと、はい、あのファイルサーバーにあるそのパワーポイントだとかワードのファイルを複数人が共同編集すると、うん、競合コピーがどん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 できちゃうんですね、はい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 、でそれをドロップボックスに保存しておいて、はい、ドロップボックス経由して編集すると競合コピーが起きないっていう、そういうテクノロジーで、これはかなりあの坂井瑞希のチームがお客さんからフィードバックをもらってて、今かなりあのおしとやかに喋ってますけども、ガンガン本社にネゴシエーションをかけて通したっていう、日本初の機能なんですか。日本から要望して通ったんです。あ、すごい、はい、それはすごいですね。ありがとうございます、まあ、よくあるのがその、まあ、アメリカの会社の日本法人はアメリカの会社が作ったものをいいから売りなさいみたいなのが多いんですけども、本社の場合はそうではなくて日本のお客様のご要望はしっかり反映されるという形ですかね。そうありたいと思ってますあのやっぱり日々の仕事の中ではどうしてもアメリカの会社で売上構成もアメリカ市場での売上が6割近くありますので、はいはい、インターナショナルの声をどう通すかっていうなかなか大変なところがあって、はい、ましてその4割のインターナショナルじゃなくてその10% ぐらいのジャパンの声ってなかなか通りにくいですね、うん、なので僕らジャパンのリーダーたちが海外の国とこう連携して声を一つにしでかい声にしてアメリカに納得させるって、はい、そういうことを幹部リーダーたちがやってるっていう作品です。素晴らしいですね。
ということで今夜はドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長の梅田誠二さんとカスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン酒井瑞希さんにお話を伺いました。ちょっと時間が来てしまったの で、ね、来週も引き続きお話を伺います、はいはい、梅田さん酒井さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです、はい、次回も引き続きドロップボックスジャパンの梅田さん酒井さんに伺います。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組への感想、ビジネスの質問、横井さんと私松井へ聞きたいことを寄せください。アドレスは dx@joqr.net dx@joqr.net です。はい、ということで、現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔と松井さゆりでした。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所。この番組は IT で人生を演出するLEASBの提供でお送りしました。